仁白年、祖父牧陽図、祖武氏は、前漢時代の人。字は、故郷。父は、栄意の祖賢。子は、祖元、祖通国。兄は、祖義美。弟は、祖賢。慶長院と両県の出身。父の秀子で老王となり、自中などを務める。天寛元年、祖母は中老将として郷土への使者に任じられる。福祉は、蝶マサルで、 ジョーエラが突き従った。その頃、前羽の下にいる菅の交渉ムーツネが、郷土の王と共謀して、同じく強度に降って徴用されていた、エータダシを殺し、前羽の母を脅迫して、艦に帰ろうと画策した。両名は、蝶マサルにこの話を持ちかけ、蝶マサルはこれを許し援助をした。しかし、ぐつね、王は失敗して前羽が、この件を知り、祖父を尋問しようとした。 祖父は、自決を図ったが、A ただしの手当てによって、一命を取り留めた。前後は彼を脅して強度に基準させようとしたが、祖父が拒んだため、ジョーエらと共に抑留された。彼は穴蔵に、飲食物もなく、捨て置かれたが、雪をかじり伏しの飾りについている毛を食べて生きながらえた。やがて、祖父は、北海のほとりに移されたが、強度から、 オスの羊が父を出したら返してやると言われてしまう。彼はそこで、野ネズミの穴を掘り、草の実を食うなどの新酸を舐めたが、前雨の弟に気に入られて、援助を受けていきながらへ、強度に屈することがなかった。ある時、祖父とかつて共に自中を務めた中であり、今では強度に振って工遇されていた李良が、降伏するよう説得してきたが、祖父は屈しなかった。 それからというもの、李量は陰ながら、祖父を援助し続けた。郷土は漢に対して、祖父は死んだと言っていたが、翌流19年目、漢の武帝が亡くなり、小帝が郷土と和親史施設を派遣した時に、上衛によって祖父が生存していることが発覚し、そこで、ようやく前宇から帰国の許可が出た。下都6年に彼は漢に帰還し、天俗国を拝命した。母は、 死んでおり、妻はすでに他の者に嫁いでいた。後に、祖父の子の祖母とが反乱を企んだ上官傑らに、連座して処刑され、上官、傑や総広史羊と仲が良かった。祖父も逮捕されそうになったが、各光がやめさせ、面官だけで済まされた。選定要立に関与し、館内公の位を賜り、長安余の勧めにより右宗、天俗国に帰り咲いた。 神尺二年、祖父は八十歳余りの高齢で亡くなった。死ぬ以前、剪帝は祖父が、この祖元を失っていることを哀れみ、郷土で軟禁された時に、郷土の女性との間に生まれたこの祖通国を男に、呼び寄せて、ろうとした。また、麒麟閣には、剪帝の名神たちと並んで、祖母の像が描かれた。祖母の辞籍等に関しては、漢情祖母伝いがあるに、分線に、 李良が祖父に与えた歌三首と祖父に答えた書とともに祖父の詩が四を収められている祖父と李良の贈答の詩については早期の言語が記した僧楼詩はに五こと詩は李良、祖父に起こると記されている中島敦史の小説李良にも祖父が描写されているただし祖父、李良の詩が後世の家宅であるという説も有力である古くは劉教 文心潮流、名詞に、五都市は全館には存在せず、李良の詩と言われているものは、広代の作品ではないかと言っている。また、祖職、古代流書は、祖父の詩にある、不観光、韓流の子が、長安で書かれた詩にふさわしくないとして、後世の作品だと断じている。こう進む、要塞随筆は、李良の詩の中に、形邸の意味名である、A の字が出てくることから、 武帝の時代の作品ではありえないとしている。組織教、万象堂、畜生エでにより、ありがとうございます。